社会民主党の政見放送です。お話は社民党党首福島瑞穂さんと。社民党副党首の大椿優子さんです。こんにちは、社民党党首福島瑞穂です。社民党副党首の大椿優子です。皆さん、暮らしはどうですか生活はどうでしょうか?。 自民党政権は一部の大企業や富裕層を優遇し続け格差と貧困が拡大をしています大企業の内部留保は484兆円にもなっていますしかし皆さんの暮らしはどうですか非正規雇用は4割実質賃金は下がり続けています自民党のコロナ対策あまりにゴテゴテあまりに小規模です 重症者以外は原則として入院できないという医療崩壊までいきました、なぜコロナ対策ができないのか、人の命を守ることが政治なのだという思いなくして、政治をやってきたからだと思います保健所を減らし、この前の通常国会では、病床削減を奨励する法案を成立させました。正反対の政治をやっています 社民党は命を大事にする政治を実現します弱音を吐ける社会へあなたの弱音が政治の課題ですあなたの弱音悩み苦しみ悲しみを政治で解決をしていきますほっとできる明日へ希望のある社会を作っていきます社民党が作りたい社会はすべての人の命と 尊厳が守られる社会です。すべての子供たちが自分のなりたいものに挑戦することができ、すべての人の尊厳が守られる社会を作っていきます。社民党が作りたい社会は、二度と戦争をしないため、平和憲法を活かした社会を作ることです。私たちは、武力ではなく対話外交で平和な社会を実現していきます。 まず第一にコロナ対策です、PCR 検査を拡充します、保健所を増やし、そして公立病院、公的病院、再編統廃合にストップをかけます、自宅療養ではなく、臨時の病院をきっちり建設をいたします社民党は、介護、医療従事者を応援します再度持続給給給付付金金や特別給付金10万円を支給します。 住まいを失った人々のために、公営住宅や空き家の活用を行います。生活保護を利用しやすい制度へ改善します。生活保護は権利です。そのとおりです。そして税金の使い道も変えていきます。生活再建のために、まさに社民党はこの3年間、消費税ゼロにします。そして大企業の内部留保484兆円に課税をします。 所得税の累進課税を元に戻します。福島さん、はい、法人税はこの三十年間で七回も下げられてきましたよね。そうですね。結局、法人税が下がった分を消費税が賄っているわけです。大企業や大富裕層には、大分の負担をしてもらおうではありませんか。その通りです。公平な税制の実現は、何としても必要です。社民党は。 金の使い道も変えていきます。医療、介護、年金、福祉、教育に税金を投入し再建をしていきます。小中学校の公立学校の給食を無償化するのにさらに必要なお金は4226億円です。やろうじゃないですか。福島さん、はい。全ての高校の授業料完全無償化も実現しましょうよ。そうですね。社民党は高額になった大学の授業料も 段階的に下げていきます対応型の奨学金の返済は一部免除し今後の奨学金は原則給付型にします社民党は非正規貧困社会からの脱却を宣言します私は就職氷河期時代に社会に出たロストジェネレーションです非正規労働を渡り歩きながら暮らし36歳の時に雇い止め解雇されました 非正規雇用は自己責任と言われたことは一生忘れることがないでしょう。非正規雇用はあなたの責任ではありません。本来正規として雇用すべき仕事を非正規に置き換えてきたのが政治の責任です。社民党は非正規雇用に歯止めをかけ、正規雇用転換を進めます。男女の賃金格差を是正し、同一価値労働、同一賃金を実現します。コロナ禍の中、 人々が求めているのは安定した雇用です中小企業支援策とセットで、最低賃金を全国一律1500円に引き上げます普通に働いて、食べていくことのできる賃金が必要です今、人々が最も求めていることは、まさにそれではないでしょうか。 社民党は一貫して脱原発を訴えてきました。社民党は脱原発で脱炭素の社会を実現します。原発ゼロ基本法を成立をさせます。原発再稼働は認めません。福島原発の汚染水、海洋放出に反対です。地球温暖化防止は待ったなしの課題です。温室効果ガス削減,削減を加速させ、2030年には60%減。 2050年に100%減を実現します省エネを進め2050年には自然エネルギー100%を実現します子どもたちに豊かな自然環境と持続可能な社会をプレゼントするのが政治の重要な役割です社民党は食の安全を守ります 農家の個別所得保障制度を復活拡充させ食料自給率50%以上を目指します社民党は差別のない社会を目指しますとりわけジェンダー平等性差別のない社会を実現し政治の場にも女性を増やします女性の貧困子どもや女性に対する暴力をなくします選択的夫婦別姓同性婚の法制化 LGBT 平等法を実現します。社民党は、多様性を尊重する社会を作りますそのとおりですね、社民党は核兵器禁止条約を批准をします、辺野古の新基地建設、何としても止めていきます、南西諸島の自衛隊配備に反対し、沖縄、南西諸島が再び戦場になることが絶対にないように、外交の努力で平和の構築に全力を挙げます。 社民党は安保関連法などの違憲立法を廃止し、憲法改悪をさせないために国会で踏ん張り続けます。社民党は脱原発、戦争は絶対にさせない、憲法9条を生かし人権を大事にするぶれない政党です。国会には社民党が必要です。 その通りですよね。まさにぶれない政党、社民党、憲法9条改悪を阻止し、憲法を生かしていく、そんな社民党はどんなことがあっても国会に必要です。社民党は市民と野党の共闘で、生存のせための政権交代、実現します。あなたのの命を守ります。のます平和の政党、党。社民党 女性が元気な社民党、福祉の政党社民党、みんなを応援する社民党。投票は小選挙区は社民党の候補者、比例区は社民党と書いてください。どうかよろしくお願い,いたします。近畿選挙区。 社会民主党の政見放送でした。